高校生の皆さん、こんにちは。筑波大学の石渡隆明と申します。今回は高校生のための心理学講座として、後悔を生かすには、意思決定の心理学入門と題しまして、私の方から講座を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。えー、まず本講座の目的ですが、本講座は、後悔を生かすにはという疑問を通し、 意思決定を中心とした心理学の概要を知ることを目的としています。一般的にネガティブになることは悪いこととして捉えられる,捉えられることが多いと思います。ネガティブな感情として後悔の他に不安や怒りなども存在しており、ネガティブになることを避けてポジティブになろうとすると思います。しかし、 本講座では、ネガティブな感情である後悔を活かすことに着目しようと思います。後悔は自分をより良くし、成長させ、成功に導くことなどがいくつか指摘されています。本講座では、意思決定に関する心理学の側面から後悔を分析することを試みます。こちらが本講座の目次となります。まずはじめに、後悔とは、 心理学において後悔はどのように研究されているかについて説明しようと思います。まず、私自身、皆さんと同じぐらいの高校生だった時の後悔について思い出してみますと、日本史の定期テストで39点を取ってしまった思い出が自分の中では後悔として残っています。こちら、当時受けたテストの点数配分なのですが、 まあ授業の内容が80点くらいで、えーと、自習の内容が20点の100点満点のテストだったのですが、この自習の内容が問題集の内容から出題されて、えー、と自分で勉強してこの20点を取るようなテストの形式になっていました。で自分はですね、えーと、ギリギリまで自習をせずに、授業の内容だけで受験しようと考えまして、80点中大体60点くらいは取れるだろうと考えていました。 しかし、えー、平均点は60点のテストになったのですが、まあ、自習の内容が簡単だったらしく、まあ、周りのみんなはそこで点数を稼いでいました。したがって、もっと自習の内容をしっかり勉強していれば、自分は平均点近くまで点数取れていたということで、その自習の内容を勉強しなかったことについて、とても強く後悔したことが、えー、思い出に残っています。 これが自分が高校生の時の後悔なのですが、例えば大学生が後悔したことというのはどのようなものがあるかということについてアンケート調査を行ったところ、まあ、勉強のことについてであったり、あとは人間関係、部活サークルといった順に後悔を感じていることが分かりました。こちらは大学生100名程度に対して今まで最も後悔したことを調査した内容になるのですが、勉強ですと、例えば順 受験でもっと勉強しておけばよかったなどが35%で24%は友達に悪口を言ってしまったなどの対人関係に関するもので16%は部活サークルに関することで中学に部活に入らなかったことなどを後悔していることなどが分かりましたその他にも恋愛のことであったり事故やけがまた無駄遣いといった金銭に関することなどについて後悔していることが分かりました こういった高校生や大学生が抱える後悔というものは様々なものが存在します。それでは研究の中ではどのように定義されているかと言いますと、後悔とは今の状況が行動する前の状況より悪くなったと感じた場合に生じるネガティブな感情と定義されています。後悔はつまり、 行動の結果が自分の予想や期待と悪い意味で異なるときに生じるものであると考えられます。こちら、図を用いて説明しますと、まず過去の時点で行動するかどうかの意思決定がこの時点で行われたとします。そういった場合に、現在、行動した場合、行動しなかった場合、例えば私の後悔の場合ですと、勉強した場合。 勉強しなかった場合など,になど、そういった分かれ方がすると考えられます。それぞれの結果を比較しまして、現在から過去、行動するかどうかの意思決定をした、この時点を振り返り、この結果を比較したときに、悪い結果が生じた場合に、あの時行動しておけばよかった、もしくは行動しなければよかったなどの後悔が生じる。 といったこういった定義がなされています。そして後悔が及ぼす影響として、まあ、心や体の状態と関係があることが、えー、多くの研究で示唆されています。例えば後悔をしている人というのは健康状態が悪い傾向にあることが明らかになっています。 つまり、後悔と体の健康、もしくは心の健康というものが関係しているということが、この研究から明らかになっています。また、えっと、生活の満足度との関係が、えー、指摘されていまして、後悔というものは生活の満足度であったり、えー、心身の健康といったものと関係していることが、えー、いくつかの研究で指摘されています。したがって、 以上のことをまとめますと、まず後悔というものは、えー、前よりも今の状態が悪いときに生じるネガティブな感情で、まあ、心や体の状態と関連していることから、まあ、適切に対処する必要があると考えられます。例えば、後悔したことをしっかりと受け止めて反省することで、後悔を低減させることができることが、えー、この研究で指摘されています。 例えばこの研究ですと、今までとは違う商品を買って、まあ、その結果が悪かったとしても、その結果を受け止めて反省した人は、その後の後悔が小さい傾向にあることが明らかになっています。したがって、後悔を適切に対処する能力によって、今後の行動をより良い方向に導く可能性というものが考えられます。したがって、次のパートでは、 後悔を生かすための能力として、えー、後悔を生かすためにはどのような能力が必要なのかについて考えていこうと思います。こちらの研究ですが、えー、日本心理学会で優秀発表賞を受賞した内容となっております、えー。この研究では後悔を生かす能力としてメタ認知と呼ばれる能力に着目しました。 メタ認知とは、自分を客観的に見つめて理解し、適切な方向に導く能力と定義されています。そのメタ認知ですが、主に構成要素が3つあります。1つ目が、自分の行動を評価、分析する能力であるモニタリング。そして、自分の直面した能力を、あ直面した問題を 分かりやすく捉える能力であるコントロールそして、えっと、自分が何をどの程度知ってるのかの自己理解の知識であるメタ認知的知識この3要素によって構成されていますではこのメタ認知が高い人ほど後悔を適切に対処できるのではないかという仮説が1つ上がると思いますこのことについて調査した結果が以上のようなものになっておりまして まず1つ目の結果として、メタ認知が高い人というのは、役に立ったと評価する後悔に対する対処法を多く取っている傾向にあることが明らかになりました。したがって、メタ認知が高い人というのは、後、え、悔、ー、の対処法をより多く選択し、複数の手段で後悔を消化する傾向にあることが、えー、明らかになりました。 こちらが棒グラフが左がメタ認知が高い人、右側がメタ認知が低い人となっています。また、メタ認知が高い人は自身をより良く、より良い方向に導く適応的行動を取る傾向にあることも、えー、明らかになりました。えー、例えば、えー、後悔した経験をした後に資料、えー、深くなったであったり、自分を客観視するようになった。 またリスクを回避するようになったといった行動をメタ認知が高い人は多くとっている傾向にあることが明らかになりました。したがって、メタ認知が高い人というのは後悔の経験からより視力深くなり、自分を客観視しリスクを回避する傾向にあることが明らかになりました。したがって、 まとめとして、まあ、メタ認知が後悔を対処する行動の選択や実行、または適応的行動の促進に影響を与える可能性というものがこの研究から明らかになりました。従って、メタ認知が後悔の対処法をいつ、どのように実行するかに影響を与える可能性も併せて示唆されたと考えられます。従って、メタ認知によって後悔をより適切に消化できるのではないかと考えられます。 今後の課題としましては、まあ、メタ認知というものと行動の単一の関係を今回、明らかにしたのですが、メタ認知から後悔に対する評価、そしてその評価から行動といった一連のプロセスを検討する必要があると考えられます。したがって、次のパートとして3つ目、後悔を生かす能力と行動との関連性ということで、 後悔を生かす能力と行動がどのようなプロセスで関連しているのかについて扱った研究を紹介します。こちら、日本心理学会で特別優秀発表賞を受賞した内容となっています。この研究で扱う仮説ですが、メタ認知が後悔に対する認識に影響を与えて、 でその認識が自分の行動に影響を与えるといったプロセスが存在するのではないかという仮説を検証する研究となっています。例えば過去の研究では、まあ、後悔に対する評価というものがリスクを回避する行動に影響を与えることが明らかになっています。従って、まあ、メタ認知が後悔に対する評価、 に影響を与え最終的にリスクを回避する行動の意図に影響を与えるのではないかという仮説が浮かびます。したがって、まあ、メタ認知が後悔に対する評価に影響を与え最終的にリスクを回避する行動に影響を与えるのではないかといったこういったプロセスについてこの研究では検証をしました。 こちらが研究の結果になるのですが、こちら、えー、細かい数字に関しましては、えー、省略させていただくのですが、えー、こちら、まず、えー、と自転車の盗難に対して、えーと、その盗難を回避するような行動、例えば、まあ、二重鍵をつけるといった行動に対して、どのようなプロセスで、えー、その行動が促進されるかを、えー、検証した研究となっています。 こちらの研究では、メタ認知が高い人ほど自身の自転車の盗難を回避するその能力の評価に影響を与え、最終的にその自転車が盗難されることに対する後悔の評価を促進することで行動が促進されるといったプロセスが明らかになりました。したがってメタ認知が高いい人というのは こういった自転車の盗難といった、えっと、金銭的リスクがある状況においては、まあ、自分の能力を正確に評価して、えー、自転車が盗難されたことに対する後悔を高く評価することでリスクを回避する行動をとるといったプロセスがあるといったことが明らかになりました。えー、続いて、えー、これはまあパチンコといったギャンブルですね。そういった 金銭的リスクがある状況においてはこちらは先ほどの自転車の盗難と比べまして損失だけではなくてギャンブルでは価値がありますので、まあ、自分が得をするような状況も生まれるような場合,で場合においてのプロセスを検証した結果ですがこちらですと先ほどとプロセスが異なっていることが分かります、えー、パチンコのような ギャンブルがある状況におきましては、リスクの制御可能性、つまりリスクをどのくらい自分で制御できるかといったことを正確に評価することで、最終的に不安感や後悔の評価を返すことで、リスクを思考する行動を取る。つまり、メタ認知が高い人ほど、金銭的リスク、 において、えー、損失の他に利得があるような状況においてはリスクを取る行動を、えー、する可能性が促進されることが明らかになりました、はい、つまり先ほどの、えー、自転車の盗難とは、えー、反対の行動を取る傾向にあることが明らかになりましたそして最後に、えー、受験といった、えー、人生における リスクがある状況においてはこちらプロセスがかなり複雑になりましてメタ認知がリスクを回避する行動と促進する行動のいの両方に影響を与えることが明らかになりましたしたがってメタ認知が高い人というのはこちらのプロセスになるのですが不安感自分が受験で失敗してしまうような不安感といったものを正確に評価し こちらが後悔の評価やリスク認知等に影響を与えるのですが、ここで政府が入れ替わるようなプロセスがあることから、リスクを回避する行動と促進する行動、リスクを施行する行動の両方、どちらも取る可能性があることが明らかになりました。したがってメタ認知がリスクに 対する、えー、後悔の評価を介してリスクを回避する行動に影響を与える可能性というものがこの研究では明らかになりました。今回提示したリスクの状況は、えー、自転車の盗難とギャンブルと、えー、受験といった、えー、状況なのですが、すべて後悔の評価を介して行動の意図に影響を与えていました。したがって 結果に対する後悔の評価をメタ認知が高いことで適切に評価することでリスクを回避もしくはリスクを思考する行動の意図に影響を与えるということがこの研究から明らかになりましたそして今後の課題ですがリスクを回避する行動自体の有効性であったりそういったものも取り入れる必要があると考えられます本講座のまとめです えー、後悔を生かすにはという問いをテーマに、本講座では、メタ認知が後悔を適切に対処する行動に影響を与ええー、自身がよりよく生きるための一助になる可能性というものが指摘されました。えー、具体的には、メタ認知が高いと対処行動、えーと、後悔に対する対処の行動が多くなったりですとか、また、えー、その後の、えー、適切な行動を、 促すような要素になりうる、またリスクを思考回避するような行動を取るようになると考えられます。しかし今回はアンケート調査で行った研究となっていることから、えー、仮想的な状況ではなくて、実際に起こした行動とメタ認知との関連等も明らかにする必要があると考えられます。こういった 課題はあるものの以上の研究結果からメタ認知と後悔また行動との関連というものが一部支持されていると考えられますそして今後の研究の視座としましては未来展望の後悔というものも実は存在します今まで取り扱った後悔というものは現在から過去を振り返って後悔というものを 後悔という感情を抱くといった過去展望の後悔なのですが、えー、自分の行動の結果によって将来自分が後悔,後悔をするかどうかを予想するといった未来展望の後悔も存在しますこちら、えー、予期後悔と言いまして意思決定後の結果を想像してどのくらい後悔するかその後悔の大きさの程度というふうに定義されています こちら、実際に経験した後悔ではなくて、えー未,来未,来にえー、未来を想像して、どのくらい後悔するかといった想像上の結果に対する感情となっています。こちら、先ほどのように図で説明しますと、先ほどは過去だったのですが、今現在行動するかどうかの意思決定を行っている状況で、未来行動したとき、行動しなかったとき、えー、その結果を比較して、 最終的に現在から未来を想像し、そしてこれらの結果を比較したとき、もし悪い結果が出たら自分がどのくらい後悔するか、その後悔を予期するもの、それが予期後悔となっています。この予期後悔なのですが、えー その未来に対する後悔というものは行動に影響する可能性というものが指摘されています。例えば、予期後悔が病気の予防行動を促進することなどが指摘されています。えー、予期後悔は病気にかかったときの重大性であったり、また病気にかか,かかってしまうのではないかといった心配よりも、えー、強く予防行動に影響を与えていました。 例えば、まあ、予防行動といいますと、まあ、予防接種であったりマスクであったりそういった行動が考えられると思いますが、まあ、自分がもしこういった行動を取らなかったときに病気になってしまったときに、まあ、どのくらい後悔するだろうかそういった未来に対する後悔を予想するその大きさというものが実はその病気にかかったこと自体の重大性であったり病気にかかってしまうのではないか。 といった心配よりも強く予防行動に影響を与えていました、えー、こういった研究があることから未来展望の公開というものもえ今後重要になっていくのではないかと考えられます参考文献は以上のようになっておりますぜひとも興味があるものがありましたらえ一度調べてみていただければと思います 以上をもちまして、高校生のための心理学講座、後悔を生かすには、意思決定の心理学入門を終了とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。